こんにちは。皆さんはどんな配色が好きですか？やっぱり3つ色を選ぶとしたら赤、青、黄色、三原色が大好きな相沢です。まあ子供でしょうかね。本日はその三原色を使った天才クラーセンのね、トゥリアというね、はい、昔のネフの箱ですね。まあこの時代のねネフがねやっぱり一番好きかな。まあ廃盤ですけれどもね、これご覧いただきましょう。はい、では開封していきましょう。トゥリアですね、古い箱ですね。1990年だってね、30年以上前の、はい、ネフの積み木です。天才クラーセンの作品でね、はい、例によってこの箱は、はい、キュービックスとかセラ、今もありますけれども、あれと同じ箱です。ね。それで開けると、あ、真っ赤が見えてきました。ここになんかね、入ってます。はい。ちょっと先にこれを出してみましょう。お、これは、アングーラと同じステンダーが3つついてるんですね。はい、じゃあこれでこうやって開けてみましょうかね。お、いきなり動きましたね。赤、青、黄色、三原色ね。なんというこの思い切りね。でこれ10センチの立方体ですね。それで取るとこんな形なんですよ。なんとね、これで、はい、青を取りましょうか。ほう、じゃあここを置く。でこれはちょっとここを置いて、おっとっとっと、はい、こうしてこうするとね。どうですかこれ、なかなか綺麗でしょ。赤は赤で、黄色はこうやって置くとまあこうなりますよね。赤はこんな形ね。この形ももちろんこうやると、はい、ツッ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 ツとね、あ、全て同じ形になりましたね。で一番小さいパーツ同士をこうやって組み合わせる、3つ組み合わせるわけですね。3つ組み合わせるってことは、はい、こうやって組んだら今こうしてこうですね。こうすると、はい、何が出来上がったかってね、はい、2.5 センチの立方体ですよ、これは。ね、2.5 センチ。ネフでしょ、それからクラーセンでしょ、この辺がね。2.5 センチの立方体。ということはもうお分かりですね。これとこれと、これをこう組む。はい、また組みます。組みます。ね。こうやって組むと、はい。もうお分かりですね、これは。はい。5センチの立方体。ね。はい。どうも。この方が綺麗？どれが綺麗だ？これが綺麗か。綺麗な置き方。綺麗な置き方。ね、はい、でもうサクサクいきましょうか。はい、これが、はい、こうしてこうですね。はい、これで、はい、こうしたら、はい、こうですね。はい、 7.5 センチの立方体、最終的に、はい、これで10センチの、10センチ、7.5 センチ、5センチ、2.5 センチ。はい、これが、ステンダー。ステンダーがあるということは、はい、こうして、ここで、立たせる。こういうことができますね。こうでしょうか。はい、立ちましたね。立ちましたか？
はい、立ちました。じゃあこうしてここでどの向きが一番綺麗だ。黄色はでも見えないよね。こうやれば見える。あ、これで見えるね。じゃあこうして今度赤を下にしようか。赤を下ね、でこうして青を押した。まあこんなことができたり、もう一個欲しいよね。もう一個欲しいからこれ追加したのかな。確かに3つでワンセットだった記憶があるんだけど、私が1個追加した気もします。これだけをね、購入して。で、次、黄色だよな。まあ、こんな形になったりとか、ね。いやこれはね、やっぱり何があってね、これ、思いつく、図面上では思いつくことがあるかもしれないけれども、実際にね、これを製品にしてしまうネプシャっていうね、これがやっぱり素晴らしいなって思いますね。これはこれで綺麗な形でしょ？なんかね、こうして。そしたらここはこうやりましょうか。ね。おっとっと。おっとっとっと。真ん中やんないとね。はい、これ綺麗ですよね。散々遊んで欠けた跡なんかもあります。子供が描いたんですね。子供が散々遊びましたからね、これはね。こうして、こうして、赤、赤だよな、次は。赤どこにある？あ、そうか、これが違うんだ。ね。これが青で、黄色で、じゃない。赤で、あ、わかんなくなってる。黄色の次が赤か。だから、次に赤。で、青はこれだ。で、黄色に戻ると。ね。はい、これで、こうして、ここで、こうしますね。これは何か、なんだろうな。これ子供喜ぶのかっていうね。保育園だとね、この角嫌うからね。やっぱり保育園だと、にはあんまり売れませんでしたね。私、商売をしてたんですけどね。このネフなんかの、これを売る。仕事を32年ほどしてましたけれども、なかなかこれは園に買っていただくのは難しいものでしたね。ですが自分ではこうやって買ったんですよ。買ったんですね。で自分ではこうやって楽しんだ。本当にね、どうでしょう。いやー、これやっぱね、クラーセン天才だなって思う瞬間があるんですよ。やっぱりね、こういうものを見せつけられるとね、10センチの立方体シリーズまだあるんですよ。あとね、アルキュブスね、キュビクステラーもちろんですよ。でアルキュブスとこのツリアはに至ると、あ、やっぱり立方体が好きな天才なんだろうなっていうふうに思いますね。でよいしょ。最終的にですね、この形をですね、この形を3つ組み合わせるとね、立方体に還元するというね、そこがまたやっぱりクラーセンですよね。これね、これをこう組む。ね。
ただけでも綺麗なんだよね。これは立たすことは、こうやれば立つのか。これだけで綺麗でしょ、なんかね。これた、こうしたらこれずり落ちる。いや、ここで立たすことできるんじゃない？やってみようか。まあこれ久しぶりにね、本 YouTube のために、倉庫から引っ張り出してきたんですけど、やっぱりクラーセン面白い。クラーセンがやっぱり好きですね。本当に。じゃあこれをこうして立方体に戻して、こうおしまいにしようか。壊れるかな、それだけで。あ、壊れそう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 ですが、いかがでしょうか。黄色も見えてほしい、黄色も見えてほしい。そうするとこんな感じ。ということで本日は、はい、天才クラーセンの10センチの立方体分割シリーズのツリアご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。